一塁へ送球する、マイサー・イズ・トゥリス送球とは、ボールを所持している野手がある目標に向かって手及び腕でボールを投げ送る守備行為を指す。投手の打者への投球とは区別される。目標の野手に向けて迅速かつ正確にボールが送られることは、しばしば高送球と呼ばれる。高送球を実現するためには、肩の強さや高い技術や経験の豊富さなどが要求される。 外野へ打球が飛んだ際に進塁を狙う走者をアウトにするための外野手の送球や盗塁しようとする走者をアウトにするための保守の送球は特に高い技術が必要となる。長い距離にある目標に向けて速くて対空時間の短い送球を必要とされるため行角が浅く最高点が低く軌道が直線的でなおかつ初速が速いものが要求される。このような高送球は レーザービームと、しばしば形容される。目標の野手の位置から送球が逸れてしまうことは、しばしば悪送球と呼ばれる。これが原因で野手がボールを所持できず、その時間を利して走者が侵入すると、送球した野手には、失策が記録される。また、悪送球が、スタンドやベンチに飛び込んだ場合、ボールデッドとなり、各走者に2個の安全侵入権が与えられる。 悪送球の多い野手は、しばしば野球選手としての資質を疑われる。このため、キャッチボールは、野球の練習の基本として最重要視される。投手は、軸足を、投手板に触れたままでも、投球に関連する動作を起こすまでなら、いつでも塁に送球することができる。また、投手板から軸足を後方に外せば、どこへでも自由に送球することができる。これらを、牽制球と呼ぶ。 三塁走者が得点を試みて本塁に向かっている際。際これを阻止するために、投手が投手盤から軸足を後方に外して、捕手に向けて送球することがある。打者には、送球をバットで打つ権利はない。打者が、投手の送球をバットに当てると、捕手への守備妨害になる。なお、投手が軸足を、投手盤に触れたまま、各塁に送球し、 それがそれてそのままスタンドやベンチに飛び込んだ場合は、各走者に与えられる安全心類権は2個でなく1個で、ある。軸足を外していた場合は、他の野手の送球と同じく2個の安全心類権である。ありがとうございます。